背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に当てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで背景ありがとう。15のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。の岸辺と夢の船を進め、今負けないで泣かないで、消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。大人の僕も傷ついて眠れない夜はあるけど、幸せなことを願います。